肺血栓側栓症は体の血流によって体内から運ばれてきた血栓が栓子となって肺動脈が閉塞することである。血栓以外の物質が栓子となった場合も含めて肺側栓症という。肺側栓症のほとんどは足にあった血栓が肺に移動することによって起こる肺血栓側栓症である。 血栓のリスクは、癌、長期安静、喫煙、脳梗塞、特定の遺伝的要因、妊娠、肥満、数タイプの手術によって増加する。肺側線症の稀なケースには、空気側線、脂肪側線、溶水側線が要因の場合がある。深部静脈血栓症と肺血栓側線症をまとめて、静脈血栓側線症という、 呼吸困難、特に吸う時の呼吸による、胸の痛み、吐血である。脚部の血栓も同時に見られることがありその症状は、足の赤み、熱、腫れ、痛みである。肺速線症の医学的兆候には、血液中の酸素レベルの低下、貧呼吸、心拍数の上昇、時には、軽度の発熱がある。重症の場合、失神、異常な低血圧、 突然死を引き起こすことがある。通常の治療は、工業固薬のヘパリンやワルファリンが使われ、それらは6ヶ月、またはそれ以上の服用が進められる。重症の場合は、血栓溶解の組織プラスミの原因活性化因子などの薬物療法、また必要であれば肺血栓手術などの手術療法がある。工業固薬が適切ではない場合、下大蒸脈フィルターが使用されることがある。 肺血栓即戦症の予防は手術後の早期の運動、着席中の下肢の運動、数タイプの手術後の工業固薬の使用である。肺血栓即戦症はヨーロッパでは年間約43万人に影響している。アメリカ合衆国では年間30万から60万のケースが見られ、うち5万から20万人が死亡している。男性と女性どちらも同じ割合で見られる症状である。 年齢が上がると発症率も上がる。ありがとうございます。